東京電力福島第一原発事故の影響で、厳しい避難生活が続く福島県富岡町。遠藤克也町長は今年を復興元年と位置づけ、復興の加速化を目指すとともに、町の名所、夜の森公園の桜を見る日を楽しみにしています。ようやく2年を経過しようとしている中で、区域再編がようやく来月ですね、末に、スタート、施行開始する予定になっております。区域見直しをすることについての大きな意義は、まず賠償の支払い開始が、とにかく早くなるということですよね。二つ目は、除染が、いよいよモデル先行除染が終わってまして、いよいよ本格除染を開始できるということ。これが三つ目は、インフラの復旧が、いよいよ本格的に、この三つが全て、これがスタートするということで、今2年間本当に停滞していたものがようやく始動するということは、まあ本格的な復興元年の年と言ってもいいのかなと、こう思いますね。賠償に対する東電の対応というのがまだ本格的な、我々には加害者っていうか当事者意識が本当に今一つないということの印象がありますね。早くこれをですね、そういう一つ一つの事例を解決して、それを積み上げて全体的なそのフレームをね、構築してもらいたいんですよ。今年の目標は、私は区域見直しスタートして、やはり4月の桜、夜の森桜がいよいよ一部であるけども、町民の本当心の支え、そしてまだ誇りの財産である、これを皆さんが見てあげる、桜を見てあげるんだよ。桜が今までいないところに咲いてた、桜が一緒に町に、この町をもう一回ふるさとを取り戻そうっていうことを、桜の方から声をかけられるような、そういうことがスタート、4月の新年度なんだけど、除染とインフラは確実に、その今年の分についてはやっぱり予定をしっかりと消化したいと。